どんな気持ちで入りましたか？そうですね、選手に乗って長いピッチャーセットを持ってやってきたので、本当に熱い声で本田選手のプレーを見てました。でスーパーセーブもありました。その一戦を追い込んで今の感想はいかがですか？1対0、まあ、前の選手もだったのすごく良かったですし、とにかく打てるので最後の自分としても目標だったので、まあ、それを成し遂げることができました。これは自分にとっても非常に大きな前進になったんじゃないですか？はい、だっていろいろ見つけたものを忘れていると思うので、プロサーブ、自分のままにして、人票を見合わせるように頑張りたいと思います。この勝ちを次に続けていけるように、次は千葉で勝ちを迎えていきたいと思います。今回も応援よろしくお願いします。ロビー先生から今ナイマさんの選手のリアクションを見たら分かると思いますが、むちゃくちゃ難しい質問にしていたと。いいよ、チーム状況は桜何番ですか？真ん中ですか？真ん中ですか？星のやつはもうこのゴールをクリアしてたんですよ。何番先かどうか。いやだから3月ね、2015年の一番最初の1ヶ月、大事な4戦勝利で終えました。こっからアウェー連戦ホームへと続く大事な4月に向けての戦い、今のセレッソの2015年度のチーム星を貼っていただきたいと思いますので、あの選手、大事な大事な2つ目の星です。じゃあセレッソのユニフォームを着て無失点で守護神勝利の